アメリカンフットボールのフィールドでは1ヤードごとに短い白線が引かれているヤードはヤードポンド法における長さの単位。主要国ではイギリスとアメリカ合衆国で用いられているほかゴルフやアメリカンフットボールなど特定のスポーツで用いられている単位である。口述のように身体弱を起源とする単位とも言われており基準は不安定であった。しかし現在では 国際単位系のメートルを基準として、1ヤードは正確に0.9144メートルと定義されている。1ヤードは3国際フィートに等しい。1国際フィートは12インチであるので、1ヤードは36インチになる。1国際マイルは1760ヤードである。ヤードポンド法という名前に使われている通り、ヤードはこの単位系における長さの基本単位であり、その他の単位は、 ヤードの分量、倍量単位となっている。しかし、実際にはフィートを元にして組み立てられた単位が多い。ヤードポンド法に時間の単位秒を加えた単位系は、フッとパウンド、セカンドの頭文字を取って FPS 単位系と呼ばれている。ヤードは、その長さから古代、ギリシャなどで使われていた長さの単位であるキュビットの2倍のダブルキュビットが元に、 なっているものと考えられる。しかし、ヤードの起源とされる説は多数ある。これらはダブルキュービットから派生した各種の単位の起源であり、それらを統一するためにヤードという単位が作られたと考えられ、また、ヤードの標準化の過程であるとも考えられる。ヤードという言葉は、まっすぐな枝、または棒が語源であるとされている。初期のヤードの分量単位はヤードに。 4,8,16等分したもので、ハーフ、ヤード、スパーン、フィンガー、ネイルと呼ばれた。イギリス及び英連邦では、1855年に正度性の帝国標準ヤード元気を作成し、その長さを帝国標準ヤードと定めた。アメリカでは、1893年にメートルを法律上の正規の長さの単位と定め、 ヤードはメートルを基準として M と定めた。こうして、イギリスとアメリカで異なるヤードが用いられることとなった。1958年7月に科学、工業の分野で用いる単位については1ヤードを正確に0.9144メートルとするという国際協定がカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス、アメリカの6カ国によって結ばれた。 これが国際ヤードである。これによって1フィートは正確に0.3048メートルに、1インチは正確に0.0254メートルイコール25.4ミリメートルとなった。ただし、イギリスでは法律上はヤード元気の長さをヤードとし続けていたが、1963年に土量工法を改正して1ヤードを正確に0.9144メートルと定めた。 なお、アメリカでは即地測量用に、国際フィートとは少し異なる測量をフィートがあるが、アメリカにおいても、測量ヤードというものはなく、国際ヤードのみが定義されていることに注意すべきである。ヤードは、かつて欧米で広く使用されてきたものの、今でも使用されている国家は、イギリスとアメリカ合衆国のみとなっている。日本では、少数の例外を除き、 他のヤードポンド法の単位同様、ヤードの使用は禁止されている。スポーツでは、ゴルフやアメリカンフットボールで、寛容的に用いられている。かつて、これらの競技でも、メートル法に移行する動きが見られ、例えば日本のゴルフ界では、当時の通商産業省による単位統一の方針を受けて、1976年から1984年に、 かけて、ゴルフ場のヤード表示を廃止していた。しかし、国際大会では依然として、ヤードが使用されていたため、メートル法の使用が定着することはなかった。ヤードの単位記号は、ISO においても JIS においても、ヤードと定められている。これを受けて、日本の計量法でも、単位記号は、ヤードとしている。米国においても同じである。なお、漢字で場と書くことがある。 日本語では特に布地の長さについて、ヤールと呼ぶ場合もある。ありがとうございます。